はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。まあ、いろんな時間で見ている方がいるかと思いますが、メールマガジン、動画での配信、2回目になります。わー、ありがとうございます。またこういった形で動画という配信の形で、メールマガジンを、配信させていただきたいと思います。前回のメールマガも見てくれましたかね。いろいろこう、まあ、あのテロップ入れたりとか、あとはあの音入れたりとか、あの画像を入れたりとか、あのそういうことをやりながら、あのちょっと YouTuber っぽい感じで、あの少しでも、まあ、短い動画だけど楽しんでもらえるような形で、あの見てもらえたらなと思って、そして伝えたいこともちゃんと伝わったらなと思って、作りました。今回もその形で、お送りしたいと思います。6月の、もう今日が最後の日ですけども、6月のライブ、まあ、配信のライブが2本あるってお知らせさせてもらって、6月の20日ですね、土曜日に、配信ライブという形で板橋ファイトから松本浩平さんとツーマンライブ、そして、そのまんま流れで、仙台バーテイク、企画しております、仙台ストリート大作戦の配信リレーライブにあのこう続けて出させてもらいました。初めての配信ライブだったんですけども、思った以上にちゃんと画面の向こうにみんながいることを想像しながら、しっかりとライブするっていうのができたなと思って、こう久しぶりにこうライブハウスで大きな音出せたっていうのがあのすごく嬉しくて、これがやっぱりなくなってほしくないなって思うし、やっぱり目の前にみんないてほしいなとあの強く感じた、ライブとなりました。あのせっかくなので、その時のライブの模様を、この動画の中でちょっとお見せしたいと思います。どうぞ。見ていただけましたでしょうかね。あのリアルタイムで見てくれてた方もいると思うんですけど、リアルタイムではあの本当にね、板橋ファイト の機材がすごく整っていて、あのカメラも3台かな、使ってもらって、本当にいろんな角度からあのライブ感のある映像をしっかりと届けられることができたし、あの音響もねしっかりしてるので、あの本当にライブ感っていうのがしっかりと伝わるような配信だけど、こういうやり方って、まあ、あるんだなと思ったし、これはこれでやっぱりなくなっていかないものになっていくんだろうなと思いました。いつもツイキャスだとワンカメでこうやってみんなとあの届け合うことしかやってなかったので、まあ、それはそれでね、こうまた一つの形で残していっていいものだと思うけど、やっぱりまあお金をまあいただいたりとか、まあ、みんなが続けていく上であの必要なものだったりとかする部分で、よりいいものを提供していくっていうのは、まあ、僕もツイキャスでよりいい音で届けるとか、なんかこうみんなに楽しんでもらえないかなとか、いろいろ試行錯誤はしてるんですけど、こうまた一つの形としてライブハウスでできるよりいいものを届けるっていうのが、しっかりと届けられた日になったんじゃないかなと思います。この先のライブは、まあ、もう全然決まってなくって、まあ、配信ライブも今のところなく、リアル の対面でできるお客さん入れてのライブも今のところ決まっておらず、まあ、この先どうなっていくのかなと思ったりとかはしてますけども、まあ、日々のというか毎週のツイキャスは変わらず行っていて、それもこう僕の中で試行錯誤、まあ、さっきも言ったけど試行錯誤しながらいいものを届けられるように、みんなが楽しめるものを届けられるように、そして気持ちをちゃんと毎週交換して、今週も頑張っていきましょうっていうのがちゃんとできるように届けていきたいと思うので、そこで、まあ、しっかりと心と心をつなぎ合わせながら、音楽なくならないように、そして僕らが出会ったこと、つながってきたことがなくならないように、これからもつながっていきたいと思います。そんな感じで、まあ雨が続く憂鬱な6月が終わり、まあ、7月ね、どんどん暑くなっていきます。
ただまだまだコロナの収束が見えない状況で、まだまだ厳しい状況が続いていきますが、みんなが元気でいることが一番だと思うし、僕自身も元気でいなきゃなと思っています。なので引き続きみんなで元気で頑張って、また一緒に手をつなぎ合って話ができるのを楽しみにしています。そんな感じで2回目の配信動画でのメールマガジンをおしまいにしたいと思います。またよろしくお願いします。バイバイ。